ヘンドリック・フランス・ファンディント、テベレ川の景観。ベデュータとは、都市の景観を極めて精密かつ大規模に描いた絵画、または印刷物。ビデュータはイタリア語で景観という意味。複数型はベイデューット。ベデュータを描く画家は、ベイデューティスティと呼ぶ。都市景観画とも訳される。風景画というジャンルが生まれたのは、16世紀、フランドルのパウル・ブディルあたりからと言われる。 17世紀になって、オランダの裕な中流階級が地元愛をアピールする目的で、見てそれとわかる都市や田園の風景を細密に描いた特産品の絵をオランダ人が形が作り出した。その代表的作品がヨハネス・フェルメールのデルフトの眺望である。ベデュタの発展に大きな貢献をしたのは、そのオランダの辺と出身で17世紀後半にローマに住んでいた。 建築家、製図家、彫刻師のリービン・クルールである。クルールは、都市景観の地形上の外観を線図で再現した。18世紀、グランドツアーが普及すると、ホロロマーノやカナルグランデのベドゥータが、イギリス人貴族の大陸への興味をかきたてた。18世紀中頃になると、ベネツィアがベドゥータの中心として知られるようになった。カナレットとフランチェスコ・グアルディの一族がこのジャンルの、 作品を多く制作し、そのうち何人かはベネチアを離れヨーロッパの他の都市で活動した。例えばカナレットはロンドン、そのおいのベルナルド・ベルロットはドレスデンとワルシャワへ行った。ベネチア以外のイタリアの都市ではベルータは得意な進化を遂げた。廃墟を得意としたジョバンニパオーオロパンニーに都市景観に加えて人間や動物に脇役の役割を与えた。 カスパー・ファン・ウィッテルや、ヘンドリック・フランス・ファン・ディンと、ガスパール・デュゲのような古典的な風景画を、ベドゥータに発展させた、ヤン・フランス・バン・ブローメン、などである。やがてベドゥータの中に、パンニーニの絵のように架空の景観を描いたものも出て、くる。カプリッチョ、または、ベイデューット・イデアテ、ビデュータ・ディ・ファンタジアと呼ばれるものである。序盤にティスタ・ピラネージはこのジャンルのエッチングの、 第一人者で、ローマの景観シリーズは大ヒットした。19世紀になって、人々は地形上の正確さより、個人的な印象を求めるようになり、それは、ベドゥータではない他の会が、後には、写真、パノラマがそれに応えた。ベネツィアでは、よそから移住してきた画家たちがコミュニティを作っていた。ガリツィア出身のアントニエッタ・タブランダイス、スペインからマルティン・リコ、 マリアのフォルトゥーにアントニオ・マリア・レーナ・モニスカオ、ラファエル・セネット、ペルーからフェデリコ・デル・カンポ。ベネツィアの景観画は国際的に需要があり、彼女、彼らはイタリアの景観画を描くことだけで大きな名声を得た。特にデル・カンポの景観画はイギリス人観光客に人気で何度も描かされた。レーナ・モニスカオも同様で同じ景観画をわずかに 違えたものを描き続けた。ありがとうございます。